久保さん、僕の iPhone がね、調子悪くなりましたね。調子がなんかね、使いすぎてますね、多分ね。おそらく使いすぎちゃってるんでしょうけど、まあ、今回ね、久保さんがね、医療脱臼みたいなね、なんか脱臼のなんかレビュー動画を送ってきたんですけど、まあ、ここからね、僕はまとめて、久保さんの動画をまとめて僕がお伝えするなら、何でもネタにしろってことですね。何でもネタにしろってことですね。なんかね、それ食べられるんですかみたいな。そうそう、例えばホタテの貝柱ってあるじゃないですか。ホタテの貝柱、あれって本当は昔、大昔はもう全部捨ててたらしいんですよね。だけどそれをね、超これもったいないなみたいな、これなんか美味しくできない、なんかせっかく捨てられるよりなんか食えないのかなみたいなね。だから貝柱って、でも普通に考えたら、なんだろうな、だってそのホタテの身がこうあって、ここについてピロピロじゃないですか。ピロピロで、まあ一番最初、今はね、概念、その貝柱という概念というかね、そのこうあるので、まあその食えるもんだっていうのは認識あるかもしれないですけど、昔はね、ホタテ取ったら真ん中が身だからね。例えばそのスイカの皮食べようとあんまり思わなかったですか。でもスイカの皮も山形県だったかな、なんかそのどっかの県でその漬物にするみたいな、なんかあったんですけど、わかります？まあちょっとスイカの皮の漬物はちょっと僕は食ったことないんであれですけど、なんだ、その貝柱は僕めっちゃ好きなんですよ。コンビニとかで100円とかで売ってるじゃないですか、貝柱。あれ超うまくて、最初に考えた、だから結局はそのネタにしてるとですね、あれもお金に変えてるってことじゃないですか。だってもともと捨てられてたんですよ、あれ。あれもともと捨てられていて、それをね、なんかちょっと、あ、これ使えないかなみたいな感じで、ランボルギーニだ、使えられないかなみたいな感じでね、調理して使ってもお金に変えて、逆にそっちの方がうめんじゃねえかみたいな。僕あれ好きなんで、なんかやっぱね、何でもやっぱね、ネタにして、何でもやっぱなんか使えないかな、これどうやったら、なんかどうやったら使えないかなとか、これどうやったら食べられるかなと一緒の思考だと思いますけど、これどうしたらできるかなとか、多くの人はやれない理由だったりとかね、できない理由だったりとか考えるんですけど、どうしたら食べられるかな、どうしたらできるかな、うん、あとこれネタにならないかな。まあ僕と久保さんはもう慣れてるんで、あ、完全ネタだみたいな。しかもキーワード的にもね、絶対そのロングで回る、ロングで、どちらかというとロングで回りそうなキーワードじゃないですか。それは、いろんなやつをやってるからわかるんですよ。わかるから、なんだ、あ、これちょっと狙えるじゃん、キーワードみたいな感じでね。脱臼って絶対さ、脱臼になった人って、脱臼なんちゃらって検索するじゃないですか。で、しかも、久保さんが今回手術を受けようっつってね、それも、脱臼で手術受けたらどうなるのっていうレビューができるじゃないですか。ね。じゃあ、それで、脱臼して、しかも脱臼の事例が多いわけですよ。だけど、手術するかしないかどうしようかなっていう、この狭間ですよ。で、久保さん手術したら、その、手術した人のレビューって、脱臼してる人からすると、ちょっと見たいですよね。手術した人、その後どうなったのかって。久保さんね、やっぱね、うまいですよね。うまい。あ、ここで手術を選んでくるかと。もうそれで30本、手術レビュー動画で30本ぐらい撮れますよね。ロングテールですよ、多分。ずっと多分ね、僕たちが死んでも脱臼ってなくならないんで、久保さんが死んだとしても、その脱臼レビュー動画ずっと回ってるかもしれないですね。だって脱臼って絶対なくならないじゃないですか、多分。なくなります？ 100 年後脱臼ってなくなるのかな？いや、わかんないですよ。なんかその、ロボ、なんか、でも人間として生きてたら多分なんかあるでしょうね。もうなんかその、もう全部サイボーグみたいになってたらわかんないですけど、骨と骨が繋がってる以上ね、骨が外れるとかね、絶対あるんで。だからもう超ロングテールですよ、脱臼なんつうの。だから久保さんほんとうまいなと思いますね、そこら辺のチョイスが。だ今回のね、久保哲郎の手術ね、これなかなかやっぱ久保さんらしいなと思いましたし、うまいなって思いましたね。うん。だからもう本当にね、全部をネタにする、あ、これどうすればネタになるかなっていうことをやっぱ
だからこの億万長者合宿のねやり取りでも、あのね、その自分でコンテンツ作れない人な、そのアヒルちゃん、なんとかダックちゃんか分かんない、忘れちゃいましたけど、再生数めっちゃいってますからね。もはやもはやアヒルの動画の方が再生されるみたいなね。もういいんじゃないですかアヒルでみたいな話じゃないですか。アヒル取っとけば、まあアヒルじゃなくても猫でも何でもいいんですけど、とりあえずテストやってやって、そうやるべきですよ。まあ別にそのなんかお金稼ぎたく、なんか今のままでいいんだったら別に何もやる必要はないんですよ。なんか何も変わりたくないんだったら何もやる必要はないんですけど、変わりたいんだったら何かやるしかないですから、はい、ということで久保さんの動画どうぞ。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、この、名古屋医療センターでいただいた電子カルテをもとに、私の症状をまあ何ですか、自己診断してですね、そして、手術の対処方法などを解説していこうかと思います。私も今回のせっかくしたね、まあ、骨折じゃなくて脱臼だったんですけども、脱臼に対してどのような治療法があるのか、やっぱりね、暇なんでぐるっと調べたわけですよ。したらなんかタイプ1からタイプ6まであるそうで、通常タイプ1からタイプ3までは放置しておくみたいなんですよね。で、タイプ3からタイプ6までの中で、特にタイプ3なんですけども、放置するのか手術をするのかってことを選ぶ段階があるそうなんですよ。で、今回私が、このね、やった症状っていうのはタイプ3だったそうなんで、まあどっちでもいいですよと、手術するんだったら別にすぐしてもいいしみたいなこと言われたんですよね。まあ私は体験として手術をしてもらうのもいいかなと思ったんですよ、この脱臼手術ね。まあだからそっちを選んだんですけども、思えば昔からですね、やっぱりこう柔道とか空手をやってると脱臼する人っているわけですよ。で、脱臼したら大体道場のボスがグイッとやってからね、こうその場で入れてくれるんですよ。で、また稽古に励むというような感じで、私結構脱臼をね軽く考えてたんですけども、医療施設の方も結構そうで、うん、まあ今日は先生がいないんで一旦帰って明後日来てもらえますかねみたいな感じでね、緊急を要するわけでもないんだなというところが確認できて、まあ私も気が楽になったかなと。そんなに大慌てするもんではないんですよ、やっぱりね。まあ電子カルテ見たらよくわかります。それからいろいろとね、医療機関のことも、脱臼ってのは症状の例が多いんで今までも、うん、だからもう治療法も確立されてますし、そんなに動揺するもんでもないっていうねことがわかるわけなんですよね。まあそれではですね、電子カルテの画像からですね、私が診断をしていますのでご覧いただければと思います。どうぞ。それではですね、名古屋医療センターで、撮影していただいた電子カルテを見てみましょう。通常私の肩がどうなっているべきかというと、皆さんの肩も同じなんですけども、こういうふうになっているべきなんですよね。この骨がこういうふうにねつながっているはずなんですよ、こういう風にね。でも今ここがポキッと切れてこっちにはみ出してるじゃないですか。これが脱臼という状態で、こことですね、ここをつなぐ、筋がですね切れたんですよね。切れてもうこの肩の関節をつなぎ止めるものがないですから、これが外にはみ出してしまったんですよね。ポキンと行ったわけなんですよ。で、まあここには私の筋肉と皮膚があるわけですから、これを突き出して非常に痛いというところと、あと筋が切れてますんでね、でっかい筋がバチンって音を立てて切れてますんで、やっぱり肉体の中の筋が切れるとそれは、非常に苦痛を伴いますよね。で、切れてるところがこう今度は再生してくっつこうとするわけなんですよ。くっつこうとするときに、まあいろんな栄養とかを必要として、まあさらにね、その時も苦痛が増すと。で、手術としてはどういうものをするかと言いますと、通常はこのね、脱臼っていうのはほっといてもいいそうなんですよ。何もしないっていうね、何もしなければこことここの筋が復活したときに、これから復活して今も復活してるんですけども、こう飛び出した骨はねそのまま戻らないんで、肩がちょっとね盛り上がったような状態になるんですよ。コブとか角みたいな突き出た状態で、まあ、そうなると不自由だったりすることもあるんで、まあ、これを手術でね強制的に下にグイッと下げて、ここをつなげて、でボルトをね打ってしまえと。そうすると筋がくっついた時に戻りが早くて、1ヶ月ぐらいでこのボルトをね取ってしまえば、
元通りということなんですよね。まあそんな形でね、説明を受けまして、ああなるほどなということですね。で今回、まあ手術ってなかなか面白そうだなと、いうことでね、こういうふうな電子カルテって記録もいただきますし、やってみようかなと思うわけなんですよ。興味深いことはね、何でも挑戦しようかなと。せっかく起きてしまったんだったら、無難に過ごすよりも、一つでも多くのね、体験とチャレンジと、あとはやっぱりこういうふうに手術をお願いすることによって、医療機関の方と、まあ一定期間ね、お付き合いする瞬間が生まれると思うんですよ。まあこれも人の縁だなというところでね、やっていこうかと思います。いや、でもね、痛いですけどね。痛いんですけども、こういう姿から、世の中見てみるっていうか、結構ね、一人で何でもできるんですよ。やってしまえば。片手でできることも多いんで、片腕が塞がった状態でできないこともあるんですけども、それは普段からあんまりやってないことだなって気づくんですよ。で、逆の立場で、片腕つった人をね、見ても、そんなに過度にお手伝いしましょうかとかね、大丈夫ですかみたいなのは、まあ、愛情としてはいるんですけども、本当はね、ほっといても結構やるんで、そんなに手を焼くことはないかなっていう、そんなね、感じですよね。まあ私も介護士をずっとやってましたんで、その、介護の中には、まあなんですか、精神的な介護とかね、あと肉体的な介護の中に、中途介護とか瞬間的な介護ってのもあるんですよ。骨折をして、一定期間車椅子が必要です、みたいなんでね。で、復活することが分かっている。精神的にはまあ、一時的にこんな状態だけども、将来はまた戻るんだ、みたいな感じで、ね、そんな落ち込んでない方とかね。まあ、いろいろいらっしゃるんですけど、私の場合は、瞬間的なものですから、まあ、ね、1週間とか、まあ、2週間とかすれば、慣れていくし、痛みも和らぐし、まあ、普段通りの暮らしだろうなと思うんで、結構楽観的なんですよね。まあ、これがね、別に何ヶ月も続くわけでも、ましては一生続くわけでもないんで、結構気が楽です。だとしたら、怪我をしてる間だけでも、怪我をした立場の人間として、まあ、怪我をした立場からね、世の中見てみようかなっていうふうな気持ちなんですよね。まあ、何でもかんでも、自分の体験にしてみようかなと思います。はい、では、今回は以上です。